ヨシコちゃんだったっけヨシコちゃん。このね、女がね、私は大嫌いなのは、20年前ね。まあだから君たちがおしめつけてた頃ですけれども、その20年前にね、こう、我々がちょうど運動を始めたばっかりの頃ですがね。で、その時のね、保守と言われてる人たちですね。この連中がやってたのは、みんなね、ヨシコちゃんがね、こう、講演会やるんですよ。で、そうするとそこの講演会ね、じいさんばあさんが行くわけですね。ほんで、えー、まあそこでね、会費を払って、えー、その話を聞いて、 ね、あの、その後、居酒屋にみんな行くんですね。で、いや、いい話聞いた。これで、オラたちも、立派な、星鍋さ、そうだべじゃあ、カンペーしよう。カンペーって、ちょっとね、これ、あんまりに大きい声でやるとね、マイクがね、またね、ビリビリビリってなるからね。カンペーっていうことでしてですね、カンペー星ばっかりだったんですよ。で、そのね、元井が、この、ヨシコちゃんなんですよね。ヨシコちゃんは日本海、どうなんだろうね。まあ、でもね、 よしこちゃんってあの、自民党大好きですからね、自民党大好きだったら日本会議入ってんじゃないのっていうですね。で、桜井先生まで日本会議に入れられてね、本当あれ腹立たしいんですよね。日本会議っていうのは、そもそも自民党応援団なんだって言ってるんですよ。だから自民党の議員がずら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 ね、名前連ねてるんですよ。で、その自民党応援団になんで私が入らなきゃいけないんだと。で、な,なおかつですね、 なんでそのね、日本会議に入っている桜井が、115円の給食のカレーなんていうね、こんなもの食べなきゃいけないんだ。ふざけんじゃねえよ、てめえ、舐めてんじゃねえぞ、この野郎ということでしてですね。好きで食べてんじゃねえよ、こっちだって、という。本当にね、舐め腐ってますよね。あの連中ね、もうあの、毎日ね、なんかこう、豪華な食事やってるわけでしょ。まあ、ですからね、もしあの桜井が日本会議だって言うんだったら、じゃああんたね、あの、桜井先生にお金出せやっていうですねいや。そしたら私日本会議って言われても怒りませんからね。 入った、入った記憶が一度もないんですけれども、あの、お金くれるんだったらいくらでもいいですよ。でも私の生活の面倒見てくれないでしょう、ね。庶民の暮らしがわかる、マコリ。誰も好きで庶民やってるわけじゃないですけどね。うん、もう本当にね、貧乏神が取り付いて離れないんですね。うん、<laughs> だ,もうだから困っちゃうんですけれどもね。